スピッツの名曲とゼックの表情、電撃婚の東出正広ガールズ、過去に勝手、つぶやき女優が再び意味不可投稿。俳優の東出正広、36日8月27日、自身の YouTube チャンネルを更新して再婚すること、相手の女性が妊娠していることを発表し、祝福の声、厳しい声、両方の意見が殺到しているが、 彼の再婚は共に山暮らし生活を送っていると報じられた東出ガールズにも大きな変化をもたらしているようだ。東出はご報告と題した約20分の動画でカメラを回すスタッフからの質問に答える形で再婚について言及。また、お相手の女性花林さんも登場した。ご結婚されるそうですね、という問いに東出は、ええー、 と、あっさりと再婚することを認め、冬か新春には子供が生まれる予定で、それもあって結婚しようという話になった、と、花林さんが妊娠しているとも明かした。花林さんについては、一時後輩として現場で知り合ったんだけど、もうその子は、彼女は役者業やんなくなって、こっち移り住んで共同生活、一部報道のデマは出たけど、 共同生活はもちろんしておらず、と説明。続けて、今はもう普通に漁師をやりながら、女優業もやめて桃のバイトとか、鉄骨屋のバイト手伝ったりとか、そういう一般の生活している、と話した。花林さんのインスタグラムでは、射撃の練習をしている姿も確認できる。今年1月の目覚まし A とフジテレビ系では、 関東近郊の山中で狩猟生活を送る東出さんに密着していましたが、花林さんはその際に後輩として出演した3人の女優のうちの一人。昨年6月にそれぞれ近隣に引っ越したとも説明していましたが、オンエア直後には女性3人と同居生活という記事が続々と配信されました。結婚した花林さんは女優を辞めて一般人になりましたが、 同じく共同生活を送るカラス森窓さん27と斎藤なりさん30は女優業も継続中。この3人が東出ガールズとして紹介されましたが、実は斉藤さんが東出さんの再婚発表の3週間ほど前、さらについ最近も意味深な SNS 投稿をしているんです。ワイドショー関係者、斎藤は8月8日に自身の TikTok を更新。 今日何度心の中で、それでも頑張れ、だから頑張れ、と思ったことでしょう。皆さんはそんな時どうやって踏ん張りますかと題した動画では、実は私少し悲しいことが判明しました、と自らナレーションを入れていた。また、8月15日には赤いロングワンピースを身にまとった斉藤が手持ち花火を楽しむ動画をインスタにアップし、買って、と綴った。もちろん、 全く関係ないことかもですが、さらに、8月28日までに更新したインスタでは、斉藤さんは縁側で食事をする動画をアップ。じゃがいものようなものを頬張って美味しいからなのか熱かったからなのか絶句するような表情を浮かべています。斎藤さん自身も顔面糸うるさしともコメントしていますが、そんな動画では、BGM としてスピッツの美しいヒレ。 ヒレを流しているんです。昨年公開の劇場版名探偵コナン黒金の魚影、主題歌として書き下ろされた楽曲ですから、同作のメインキャラクターであるハイバライのことを歌ったという解釈もあり、そして失恋ソング的な要素も持ち合わせていると言われています。スピッツは劇場版の主題歌の情報公開日に、コナンはミステリーである以前に、壮大なラブストーリーだと思ってるので、 切ない恋の物語にも、ハラハラな活劇にも寄り添えるイメージで作りました、とコメントを出しています。つまり、灰原の切ない恋、失恋ソング的なことでは、とも言われていますね。歌詞に出てくる主人公が、驚きの展開に耐えて、流れに凍って、自分をもってこれからも生きていく、とも解釈できる楽曲なのですが、もしかすると、 東出さんと花林さんの結婚と妊娠を受け、一時期一緒にいた斎藤さんも自身を重ね合わせたのかもとも言われていますね。前室のワイドショー関係者。SNS を中心に一般の人にも大きな波紋を広げている東出の再婚だが、当然ながら周囲の人への影響も大きそうだ。斎藤が縁側で食事する姿に私も一緒に食べたい。 CM 見てるみたい、ご飯ご一緒したい、などのコメントが寄せられた。